はい、どうもこんにちは、ゼずです。それでは今回なんですけども、2月の AUPEI タヌキの大恩返しは、ドラッグストアやスーパーでポンタポイント20%還元、他にも a u p e マーケット10%還元もということで、今回は a u p e についてのキャンペーン情報ですね。この動画では a u p e のかなり熱いキャンペーン情報や、a u p e マーケットに関するお得な情報についてお伝えしていこうかなと思います。それでは ってみうということで、今回ですね、大きく5つに分けてサクッとお伝えしていこうと思います。まず最初こちらですね、ドラッグストア最大20%還元ということなんですけども、こちらですね、スーパーマーケットエイペキャンペーン最大20%還元ということなんですけども、まあ、このキャンペーンに関しては、1月の1日から1月の31日まで開催されてたキャンペーンなんですけども、 2月1日からで、すすねこのスススーーーパーマーケッットトにプララアアルフェでなんとドラッグストアが加わりますでその詳細なんですが、期間に関しては2月1日から3月22日まで結構長めのキャンペーンとして開催されます。で、対象店舗なんですけども、2月時点の発表されている店舗はこちらの通りですね。ま、あ今日見たらですね、公式ページが更新されておりまして、このスーパーマーケットとドラッグストアが入ってまして、ドラッグストアが当初発表されてた店舗よりちょっと増えてる印象ではありますね。例えば、ウェルシア薬局とか、まあ、ここからファインとか、それ以外にも いろんなドラッグストアが加わってました。ツルハドラッグ松木ようとか、まあ、こういったところがね対象のお店となりますんで、ぜひ事前にチェックした上で参加してみてください。でここにも出てる通り、一部対象外の店舗もありますんで、ここも気をつけた方がいいですね。 で、次に上限なんですけども、1AUID あたり1回に500ポイントまで、1ヶ月に3000ポイントまでとなります。で、さらにですね、今回はこのドラッグストアプラススーパーも開催されてるんですけれども、それの総計ということですので、合わせて1回の上限がこれらということになります。ま、あ1ヶ月も同じですね。なので、おおよそ1回に2500円分。 決済して上限に到達すると。そして1ヶ月にトータルで1万5千円分決済したら1ヶ月の3000ポイントに到達するということになります。まあ、このおおよそって書いてるのは、まあ、以前ね、視聴者さんからもコメントありまして、a u p ですね、普通に決済したら0.5%のベースポイントもあるので、まあ、おおよそとりあえずこれぐらいの金額ということになってますんで、まあ、一つ目安にしていただければと思います。続きまして、付与日に関しては支払い月の翌々月末頃ということですので、まあ、結構これを忘れた頃に付与されるのかなと思います。で、対象となる決済は a p コーバーコーーココドド決済、で、決済すする場合に限りまののででで AUP リペドドカードとかこういいいったもはは対象ではないので気をつけてくださいで続きまして二つ目は、継続して、スーパーマーケット最大20%還元ということですね。で、こちらもですね、ちょっと対象のお店も含めて、公式ページ見ていただきたいんですが、まあ、こちらの方ですね、スーパーマーケットの方で、対象のお店はご覧の通りとなっております。ずらーっとこう出てまして、まあ、僕が住んでる地域で、スーパーマーケット対象のところはないんですが、少しですね、見ていただきたいのはここですね、対象店舗はこちらをクリックして、 キャンペーン店舗からご確認くださいという項目がありますんで、ここの対象店舗はこちらをクリックしてください。そしたらですね、ご覧のようなページが出てきます。これ多分最近この機能出てきたのかちょっと僕も定かではないんですが、こちら今現在博多駅を出しております。で、ここにですね、真ん中の下の方にお得っていうこうボタンがあるんで、ここをですね、実際にクリックすると、ご覧のように、このキャンペーンが開催されているところにちょっとフラグが立つんですよね。ちょっと拡大してみましょうか。 ここと、この上にキャンペーンのマークあると思うんですよ。そうなんですよ。実は、よくよく見たら、ちゃんとキャンペーンの対象のお店があるんですよね。しかも、左下に見ていただいたらわかるように、カルディコーヒーということで、このスーパーマーケットの中に一部カルディが入ってまして、僕ちょっと天神っていうところのカルディに行ったら対象外みたいだったんですけども、博多駅のカルディはなんとキャンペーンの対象みたいだったんですよね。なので、もし、ご自身のお住まいの近くに対象の店舗があるかどうか見るときは、マップを開いていただいて、この真ん中下にお得という項目の、まあ、ボタンみたいな ものがあるんでこれをオンにしていただいたら対象のお店がマップ上で出てくるんでぜひですねこれを活用していただければ結構お店は探しやすいのかなというふうに思いますこの機能って結構前からあったんですかねめっちゃ便利です続きましてこちら3つ目 JA グループ最大20%還元農協ガソリンスタンドなどということでこちらのキャンペーンが新たに開催されるということなんですけども詳細はご覧の通りとなっております 期間が2月の1日から2月の28日までの2月いっぱいのキャンペーンとなっております。で、対象の店舗なんですけども、農協、ガソスタなどということなんですが、これどういったことかと言いますと、また同じようにですね、公式ページ見ていただきたいと思うんですが、こ,この画面から少し下に下がっていただいて、対象店舗はこちらという項目があるんで、これをクリックしてください。 そしたら、JA の対象のお店がずらーっと出てきます。まあ、基本的には、ま、農協で使えるところが多いですね。農協で a u p イってちょっと面白いですよね。で、ずらーっと見た感じ、例えばですね、先ほどガソスターって書いてた意味は、こういったところなんですよね。ここの、セルフ救助と救助とか、まあ、結構ですね、まあ、その地域にあるんですけども、意外とその地方のガソリンスタンドで、農協とつながってるこのガソリンスタンドとかが、意外と対象だったりするんですよね。こういったところとかもそうですし、こういったところもそうですね。 僕自身あまり聞いたことない地域ばっかりだったんですけども。 結構地方でいろんなお店とかが対象だったりするので、ここはですね、しっかり事前チェックした上で参加してみたら結構お得に使えるのかなというふうに思いますね。で、キャンペーンの上限なんですけども、1au i d あたり1回に800ポイント、そして1ヶ月に2400ポイントになるので、まあおよそ1回に4000分決済したら800ポイントに到達して、で、1ヶ月トータルで12000分利用したら1ヶ月の上限の2400ポイントに到達します。で、風味なんですけども、2021年の3月末頃までにポンタポイントとして付与されます。で、対象の決済方法なんですけども、 も au ペンの行動決済が対象ですで次4つ目カインズ最大20%還元ということなんですがこちらの議案ペンですね詳細をご覧の通りとなっておりますで期間気をつけてほしいのはこちら2月10日から22月の28日までとなっておりますで対象の店舗は全国のカインズということですねで対象外の店舗もありということですねそれはこちらの通りとなっておりますで上限に関しては1回に800ポイントまで1ヶ月に2400ポイントまでなので1回に4000円利用したら800ポイントに到達して1ヶ月12000万円分利用したら2400 ポイントに到達しますで、付与日に関しては2021年の3月末頃までにポンタポイントとして付与されますで、対象の決済は AUP のコード決済ということですねで、最後5つ目なんですけども AUP 全店舗対象10%還元キャンペーンというものですねまあ先ほどからちょっと書き方間違えてたんですけどもこのキャンペーンでもらえるのが AUP マーケット限定で利用可能なポンタポイントがもらえますそれがこちらのキャンペーンなんですけども AUP のお支払いでポンタポイント最大10%還元ということですねで、こちらのキャンペーンは2月のの1日から2月の28日 1> 1日まで,で、対象店舗なんですけども、基本的には a u p e が利用可能なお店全店舗で対象となっているんですけども、ちゃんと対象外のお店があります。まあ一部ですね、対象外の店舗あったりとか、あと郵便局などに関しては、このキャンペーンの対象外となっておりますので、気をつけてください。で、上限なんですが、1auid あたり期間中に、トータルで1000ポイントまでということになっておりますので、1万円分利用したら、1000ポイントの上限に到達します。 で、ポイントが付与されるのは2021年の3月中旬頃までにポンタポイントが付与されるんですが、先ほどもお伝えしたように、このポンタポイントが付与されるのは aupay マーケットで利用可能なポンタポイントとなります。なので、1000ポイントが付与されたと言っても、普通の aupay のコード決済では使えませんので気をつけてください。ちなみに aupay マーケットってのは au が提供している EC サイトのことでして、まあ以前ね、何度か動画で紹介したことあるんですが、こちらのマーケットで先ほど付与されたポイントが使え やるということになります。ですけども一つ気をつけてほしいのはこの有効期限なんですよね？なんと3月中旬頃までに付与されるのはいいんですけども、そのポイントの有効期限が3月の30日までなので、約ほん半月あるかないかぐらいなんですよね。なので、とりあえず付与されたらもうすぐ使うという感じで覚えておくのがいいのかなと思います。まあ、その間にね。au pay マーケットの何かしらのキャンペーンと合わせて使えばさらにお得に使えるのかなと思いますね。でもしですね。au pay マーケットを利用するので。あれば 個人的にはポイイントサイトサ経由をめちゃくちゃゃく押します今回紹介させていただくのは、チョビリッチというポイントサイトなんですけども、まあ、使い方めちゃくちゃ簡単なんですが、このチョビリッチというポイントサイトを使うときに開いていただいたら、右上の虫眼鏡のマークをタップしていただきます。そしたら、検索するキーワードを入力するところがありますんで、ここのキーワードに aupay という風に入力をしていただいて、ここで検索をかけます。そしたら aupay に関する情報が出てくるんですけども、ここの aupay market というところをタップしてください。で、aupay market の情報が 出てくるんですけども、このチョビリッチを経由して A U Pay マーケットに入ったら、今下にも出てる通り1%還元という風にされます。1000円分ご利用の場合10円分のポイントが獲得できるということですので、まあ、直接 A U Pay マーケットに入るよりかはこういったポイントサイトを経由していくことが結構お得かなと思いますので、ぜひこういった方法も試してみてください。 で、実際にそのチョビリッチを利用して、その溜まったポイントは何に交換できるのかっていうところなんですけども、今出てるような現金、電子マネー、ポイントマイル、ギフト券、その他とか、ま、あいろんなジャンルのものに交換することができます。ま、あ例えば今出てるようなラインペイだったりとか、プリンとか、で、普通に楽天金庫とかに出金をかけることができたりとか、で、つい最近ですね、今もう矢印が入ってるように、ニュー、ポンタポイントコードということで、ま、あご覧の通りですね、新しいポイントの交換先として、なんとポンタポイントに交換できるようになりました。しかも交換 手数料無料でリアルタイムで交換することができるんでまあ今お伝えしたね au ペイでポンタポイントが貯まるのもそうなんですけどもちょびッチでポイントを貯めてポンタポイントに交換してさらにポイ活の威力がアップするのかなという風に思いますちなみにもし利用する場合はここのサイトに行くっていうところをタップしたらご覧のようなページに飛びます あとは普通にお買い物するだけで OK です。まあそんなことで今回は AUP2 月のキャンペーンについて簡単ではありましたけど、まとめさせていただきました。いや、先ほどね、お伝えしたあのマップの機能が一番僕的にはびっくりしましたね。まあちょっと前にツイッターでも言ったんですけども、別のそのカルディコーヒーですかね。あそこでお買い物しようとした際に AUP で決済はできるんですけども、キャンペーンの対象外って言われて、結構悲しい思いをしたので、今回はこのマップを使って、まだこのキャンペーン期間中カルディとかで、ちょっと変な調味料とか買ってみようかなというふうに思っ おりますぜひですねあのマップ活用すればかなりね効率よくお買い物できるかなと思いますんでぜひそれをチェックした上で参加してみてもいいのかなというふうに思いますで先ほどお伝えしたポイントサイトちょびリッチの登録まだの方いらっしゃいましたら下の概要欄にリンク貼ってますんで詳細気になる方はぜひチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました